こんにちは、たかさんです。l 1グランプリ、挑戦中です。ぜひとも動画ご覧ください。再生回数が伸びれば、たかさんが最終審査に挑むことができます。はい。で、今回、NHK 等の基本制作4つ、そのうちの1つ目、スクランブル放送の実現につきまして、たかさんの意見を 述べたいいと思いますえもうこれスクランブル放送第3世です。高さがやはり気に食わないのはこの放送法第64条1項です。この教会の放送を受信することのできる受信設備を設置したものは 教会とその放送の受信についての契約をしなければならないという文言があるわけですよね。なんていう法律が存在してるんでしょうか。はい。このしなければならないというのはこれ義務を表しているということになってしまっています。これについて契約の自由はどうなっているんだと。 いうことで裁判で、えー、最高裁の判例でこの義務についてこの法律違憲ではないということで、えー、憲法に違反していないということになりました、はい、適正公平な徴収のためにこの義務が必要であるということが最高裁で認められています。 なので、立花隆投党首は、この契約自体は義務だから契約をする。そして、不払いをするといったことをお勧めしているのは、こういった判例があるからです。義務。この契約に関してのこの義務。これが、しっかりと判例で、確定しているからであります。 はい。どう思いますこの放送法64条第1項のこのね、受信することのできる受信設備を設置したものはと、その放送の受信についての契約をしなければならない。なんていう文言なんでしょう。これでワンセグやラらねチ形、 こういった裁判でも NHK 側がこの義務、契約の義務というところで裁判で勝っているところがありますよね。どうですかこれこんな法律存在していること自体が変だと思いませんかまあ、これを本当の適正 公平な聴衆にするのであれば、間違いなく、スクランブル放送だと思います。これは支持します。当然です。はい。今回は一つ目の、ええー、この、スクランブル放送の実現。これについての、たかさんの意見を述べさせていただきました。今の、ええー、将来を担う子供たちに、こんな、変な、 放送法64条1項。そして、この NHK のこの契約の義務。このわけのわからない状況。こんなくだらない法律を残しといていいのでしょうかそもそもスクランブル放送を実現することが最も重要だと思います。はい。おかしいでしょこんな放送を受信だの。ね。 もうインターネットで徴収したいというのが見え見えの状況になっている中我々の契約の自由を守るためにはスクランブル放送が欠かせないということです。以上でーす